士の国、美しく品格のある村、殿です。8月23日は例年通り虫送りを行います。昔、肥料農薬のない時代、虫を退治するにあたって飛んで火にいる夏の虫、そういう言葉通り虫の習性を利用して虫が明るい火の中に飛び込む、そういうのを利用して虫退治をしました。それで虫を送りといます。それをまた、亡くなった虫を供養する虫送り虫供養が本日のお仕事です。ここへ5時半ごろ集まっていただいて、6時からここで出発式を行いまして、からもうちょっと奥の方から田んぼぐるり一周約1キロ回るんですけど、そこで最初子供用松明に火をつけて、それから大松明に火をつけて、だんだんと総禅寺の方へ回っていきます。何の虫多く売る、他の虫多く売れ、そういう合言葉があります。青田の虫多く売れ、そして回っていきます。その時に鐘を鳴らしていきます。朝比奈王流星は今は2年に1度のなっています。のろしが起源とされていまして、のろしからだいたい曲といって、ゲームいわゆる芸を持たせて昼打ち夜打ちと、そういうふうに民族的なものを持って開催しております。コスモスは今年の場合は10月の半ば10日あたりから満開になっていくと思います。